ようこそ御神楽探偵事務所へ。4人もの犠牲者を出した黒潮丸での航海は、その中断、そして横浜港への寄港により一応の終焉を迎えました。でもまだ全てが終わったわけではありません。依然として真相は謎のまま、しかもまだ消えた阿弥陀仏は発見されていないのです。果たして消えた仏像はどこに、そして事件の真相は。真実にたどり着くまであとわずかです。Thank you.
ちょっと待ってよ、大体なんで先生がそんなことしなくちゃいけない。黙れ友恵さん。